はい、こんにちは。渡辺理香です。本日もですね、動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。で、今日はですね、出版する人、出版できる人のポイントについてちょっとお話しさせていただこうかなっていうふうに思っております。まずね、一つ目なんですけども、出版する人、できる人の特徴として挙げられるのが、教えている人ですね。人に教えている人、教えて、さらにその教えた方がなんか成果出したり結果出したりとかってするようなことをやっていらっしゃる方、こういうお仕事をされている方、いわゆる講師業とかコンサルタントさんとか、まあ、あるいはコーチングなんかをされている方とかね、まあ、あとなんかカウンセラーさんだったりとか、そういうなんか専門、自分はなんかのこう専門家なんだけれども、その専門的なね、知識、まあ、プロとしての知識とかスキルとかノウハウとかっていうものを人に教えたり人に伝えたりすることによって、その伝えた人、その情報を受け取った人、教えを受け取った人が、何らか良い方向に改善されていたりとか、何か非常にいい結果を出していたりとか、成果が出ていたりっていうようなことをやっているビジネスパーソンの方々、まあ、起業家経営者の方っていうのは、比較的本がね、やっぱ出しやすいかなっていうふうに思います。これなんでかって言って、やっぱりビジネス書、実用書っていうのはやっぱり、ハウツー本なんですよ。ビジネス書、実用書っていうのはもうハウツー本で、いわゆる基本的にはもうスキルとかノウハウっていうものをお伝えする、もうお役立ち情報満載な内容をね、詰めてパッケージング化して文字っていう情報でお伝えするっていうのが、まあ基本的なビジネス書、実用書の商品の概念原則なんで、そういう意味でもやっぱり読者に教えている、読者にお伝えしている、こんなね、いい情報があって、これやってもらえると、実践してもらえると本当にすごくいい結果出るんですよっていうことを、そういう情報をね、どんどん詰め込んで、教えている人ほど、そう、本になりやすいね、コンテンツっていうものが生まれやすいですし、そういうコンテンツっていうのがストックされやすいっていうこともあって、本のネタにね、事欠かないっていうようなところもあります。まあ、その意味も含めて、何か人に教えている人っていうのは非常にいいと思います。で、教えているって言っても、その教えているね、やっぱり人数とか教えてきた人とか、こう啓発してきた人とか伝えてきた人っていうのが、やっぱり10人や20人程度っていうんだったら、もう全然やっぱりちょっと、やっぱなんていうんですかね、伝達力っていうかね、ご自身のスキルやノウハウやお役立ち情報みたいなものを広めている人数っていうものがもう圧倒的に少ないので それって本当に臨床としてね、実証として本当に正しい情報なのか、本当にね、支持されている情報なのかどうか、なんていうんですかね、信頼における情報なのかどうかっていうのがやっぱ分かりづらいところがあるじゃないですか。で、なので、できるだけやっぱたくさんの人に教えたり伝えたりっていうような活動をなさっている人ほど、出版のね、実績として、出版化できる実績、著者の実績として、出版社はやっぱり高く評価していきますので、その意味でもですね、やっぱ教えているだけではなくて、教えていったりとか伝達したり伝導させたり、なんか導いていったりっていう人数がやっぱり多ければ多いほど、多ければ多いほど、出版はしやすい人になるかなっていうふうに私なんかは考えていますね。まあ、要は本のね、帯コピーにね、なんか1万人以上に影響を与えてきたとか、何万人以上が実証済みとか、何百万の人たちが彼の教えを支持してきたみたいな、なんかそういうような帯のコピーとかって見たことあるんじゃないかと思うんですけど、まさにそれが実績なんですよね。教えている人の実績。まあ、そういうことをね、やっぱ帯コピーに書けるぐらいの実績っていうものを持っていらっしゃる人はですね、非常に出版に至りやすいっていうようなところがあります。はい、なんで講座持ってたりとか、なんかセミナーすごいやってたりとかして、もう何千人何万人っていうふうに、こう教えをね、伝導、自分のスキルやノウハウを伝導させてるっていうような人は、非常に出版家のへのね、道っていうか、出版に至りやすいっていうような傾向はあるかなっていうふうに思います。
はい、続いて、その2なんですけれども、それはですね、やっぱブログとか SNS でフォロワー数、支持者やファンっていうものをたくさん集めている方、まあ、こういう方もですね、非常に出版化に至りやすいです。これはもう令和時代の傾向なんですけれども、まあ、角川時代でもね、私はよく SNS から著書をハンティングしていたりとか してました。まあ、それぐらいですね、今 SNS っていうのは商業出版界にとって切っても切れない縁っていうかね、まあ、そういう存在になっているんですけれども、これもね、どういうことかっていうと、たとえ1階のね、主婦さんだったりとか、普通のサラリーマンの方、会社員の方、特に先ほど申し上げたように、なんか教えたりとか、講座持ったりとか、セミナーバンバンやったりとか、なんかそういうことをしていなくてもですね、普通のサラリーマンで、普通のお勤めの人で、自分がこうね、日々ね、なんか生活している中で、こういうことをやると、なんですかね、もっと生活に彩りが生まれますよとか、そういうことをやっぱりブログでね、書いてたりとか、インスタグラムで発信したりとか、ツイッターで、ハンドルネーム別のね、なんていうんですかね、自分の本名ではなくて、仮のね、名前とかで、ハンドルネームなんかで発信して、こういうノウハウってすごく役に立つと思うんだよねみたいなことであったりとかっていうのをどんどん発信していくことでね、それで、ああ、それっていいよねっていう、いいねっていう、まあ、SNS のね、この特徴なんですけど、いいね、いいねっていう感じで、感動するよとか、感銘を受けるねとか、なんか腑に落ちるわっていうようなことを思ってですね、たくさんたくさんフォロワーっていうものを集めてて、それが何万人とか何十万人とかっていう風になってくるようなね、人だと、やっぱりこの人も出版家には至りやすいっていうふうに思います。それだけご自身のスキルやノウハウとか情報とかお役立ち情報みたいなものをね、シェアすることで支持する人が増えるっていうことは、そういうね、なんていうのかな、やっぱニーズがたくさんあるんだっていうことの証明にもなるんですよ。で、そういう段階でやっぱり本っていうのを作っていくと、非常に売りやすいし、売れやすいし、さらにもっともっとね、本がね、広がっていく、なんていうんですかね、広がっていきやすいんですよね。そういうことも含めてですね、まあ、フォロワー数がやっぱたくさんいる人、まあ、ある意味ね、インフルエンサーっていうような言い方もするかもしれませんけど、まあ、今はもうインフルエンサーっていうよりも、もう誰もがですね、本当にね、普通のね、例えば OL さんが自分の日々のね、仕事において工夫していること、服装とか持ち物とか、そういうアイテムなんかをね、仕事において円滑に仕事ができるように工夫していることっていうのをインスタグラムですごい載せていくことによって、やっぱ10万人ぐらいフォロワーさんがついて、あ、それ私も真似しようとか、そういうの、すごくそういう考え方いいですよねみたいな感じで、支持者がやっぱ集まる、ファンが集まる、ファンが増えるっていうことによって注目度がやっぱり高まっていてですね、やっぱそういうところでやっぱ本を出すことによってさらに本も広まっていくっていうね、すごくいい相乗効果が生まれてるんですよね。まあ、その意味も含めて、まあ、この YouTube なんかでもチャンネル登録者数がやっぱ何万何十万っていう人が割と本を出しやすいと思うんですけれども、それもこうしたね、理由が一つなんですよ。やっぱり最初にね、やっぱすぐに本が出たら買っていただけるっていうファン、支持者っていうものがもうすでにいるっていう証明になりますので、出してもね、本が非常に売れやすいっていうような傾向があるからです。はい、最後になんですけれども、あなたが、まあ、なんか属するね、専門の業界とか、まあ、専門のね、ビジネスエリアの中で、認知がやっぱり高まってきてたりとか、注目を浴びてたりとかするような状態に なっていると、それも出版化に至りやすい一つの要素かなっていうふうに思います。まあ、どういうことかっていうと、例えばなんかファッションの業界とかでね、まだ多くの世の中の多くの人には知られていないんだけれども、ファッションの業界の中ではなんかこのスタイリストさん、ちょっと注目が集まってるんですよね。芸能人とか、
あのなんか VIP の人たちがこぞってスタイリングをねお願いしに来る、今ちょっと注目のスタイリストさんになりつつあるっていうかなっているんですよねみたいな人が本を出すと、さらに、ファッション業界以外の人にまで知れ渡るっていうことができるようになってくる、まあ、この原理を生かしてですね、やはりあなたがビジネスのね、主戦場としている業界やエリアによってちょっと自分自身の認知度を高めておいたりとか、あの注目が集まるようなあの人間およびビジネスコンテンツを持っていたりするとですね、それも本になりやすいというか出版化に至りやすい要素になりますね。まあ、あのどういうことかっていうと、先ほども申し上げているんですけれども、その業界とかその筋では一定のっていうかね、まあなんか本当注目が集まっているんだけど、まだね、なんていうんですかね、別の世界では全く知られてない、これを知らせるようにするアイテムっていうのがやっぱりマスコミの商品なんですよ。で、特に本っていうのは一番うってつけなんですよね。だからこそ、やっぱりね、ビジネスをね頑張っておいていただくっていうことがすごくいいと思います。なんかペーペーのなんだか泣かず飛ばずのような感じで、終わるっていうかね、日々をねなんか一生懸命仕事して終わるんじゃなくって、やっぱりちょっとビジネスパーソンとして、企業が経営者として一角の注目を集められるようになっておく、ビジネスパーソンとしての認知度っていうのはしっかり高めておいたり、実績っていうのをしっかりやっぱり高めておくっていうようなあの努力っていうかね、施策っていうのはしていただきたいと思いますね。はい、ということで今回出版する人、出版できる人のポイントについてお話しさせていただきました。何か参考になれば幸いです。ということで本日は以上です。ありがとうございました。